ア図八81は、日本の歌人、美術史や、書家画号は、秋草道人、今ン氏1951年に、新潟市名誉市民。新潟県新潟市、古町通五番町に生まれる。中学生の頃より、万葉集や涼感の歌に親しんだ。1900年新潟神城中学校卒業後、東京専門学校に入学し、 坪内うちや小泉役もらの講義を聴講した。この頃すでに東北日報の俳句戦者となる。1906年早稲田大学英文化卒業。卒業論文には記述を取り上げた。卒業後は私立有リ学者の英語教員となって新潟に戻り多くの俳句、俳論を残した。1908年に最初の奈良旅行を行って、 奈良の仏教美術へ関心を持ち、またこの旅行が、俳句から短歌へと移るきっかけともなった。1910年に、坪内逍遥の昇平により早稲田中学校の英語教員となり上京。1913年、早稲田大学講師を兼任して、英文学などを講じた。翌年、小石川久高田と川町に転居し、秋草堂をと名付ける。1918年、 早稲田中学校の教頭に就任。1922年には、東京郊外の落合村にあった親戚の別荘に、転居し、やはり、秋草堂をと名付けた。1924年、初の歌集、南京新章を刊行。1925年には、早稲田高等学院教授となり、翌年には、早稲田大学文学部講師を兼任して、美術史関連の講義を行い、 研究のためにしばしば奈良へ旅行した。1931年には、早稲田大学文学部教授となる。1933年に、仏教美術史研究をまとめた、法隆寺、法輪寺、法輪寺根流年代の研究が刊行され、この論文で1934年に、文学博士の学位を受ける。1935年、早稲田大学文学部に、 芸術学専攻家が設置されると同時に、主任教授に就任する。1940年、歌集、六名集を刊行。続いて1941年、初月六、根菜金積み、1942年、随筆集、根菜随筆。1944年、歌集、山光集をそれぞれ刊行。妥協を許さぬ人柄から孤高の学者として知られるが、 同僚であった津田総吉が右翼から攻撃された際は、壮大の教授たちが行動を起こさなかったのに対して、南原茂や丸山さなおらによる署名運動に参加し、津田の無実を訴えるという一面もあった。また、同じく同僚であり、歌人でもある久保田ウツボとは二十数年にわたって信仰を結ぶ友であった。1945年、早稲田大学教授を辞任。 空襲により離災し、秋草堂が全焼したため新潟に帰郷。同年7月、幼女金子が病没。1946年5月、坂口健吉から懇願され、有敢新潟の社長を引き受け、新潟市内での住居同士に依頼していたが、当時は戦後の混乱期で住宅事情が悪く、坂口は東本清掃の末に新潟随一の大地主であった七代目。 伊藤文吉の持ち家である新潟別邸に白羽の矢を建てた。合図81は伊藤文吉別邸内の洋館を南浜、秋草堂と呼んで1946年7月25日から永民するまで暮らした。1948年、早稲田大学名誉教授。1951年、新潟市名誉市民となる。 同年、合図81全歌集を刊行し、読売文学賞を受けた。戦後は、故郷新潟に在住。弟子の一人に、歌人の吉野秀夫がいる。1953年、歌集、六名集に自ら注釈を加えた、自中六名集を、新潮社より刊行。これが生前刊行された最後の選挙となった。1956年11月16日、 胃科用のため、新潟医科大学病院に入院し、同年11月21日に、肝情動脈硬化症で死去。75歳を打つ。海名は自賛した、今斎秋草動人。なお、新潟県の地方市、新潟日報の大事は合図が記号したもの。他にも、可否など合図の記号になるものが、各地にある。合図81の、 火否研究所研究中研究家単科上単科科、俳句、廃論随筆書簡上書簡中書簡下日記、初期文章、雑誌雑誌他書士、年譜、作為運本人自身、合図表記で署名しており、今日著作や、多くの電気研究も、ほぼこの表記である。早稲田大学百年史、第2巻、1184ページ、上田正明、津田秀夫、長原慶二、 藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名辞典第5版、株式会社賛成堂、2009年3ページ。早稲田大学一覧早稲田大学、1936年12月、165ページ。NDLJP、127万7515、99。津田博士の裁判に関する、上申書、聞き書き、南原茂書集。 大岡新、久保田、宇都ぼ論ん75ページ。ただし、翌1954年に、初賀州、かすがのが、限定350部で刊行されている。大塚明、文学者倉庫記録図書館12ページ。全集休版は、全10巻、1950年代、60年代、70年代の各後半に刊行した。大橋一章、合図81がある。 1960年に中央公論社で、1965年に中央公論美術出版で、各、海底観光。秋草道人合図81に収録。両者の表現に、伊丹松尾、合図81と吉野秀夫。なお春秋社では、北登る合図81の佳境、他数冊が観光。各、作品とも、 81自身のナ表記、歌集を漢字ナ混じりに改め、詳しい中途鑑賞を施す試みを行った。著者による研究は、合図81人生と芸術、及び、施設合図81がある。弊社の上田茂は、合図の文化生合図関連の著作に、秋草道人合図81の学芸、秋草道人合図81の生涯と、 秋草道人合図81の芸術がある。和光へ、定本合図81の名家ことならの史上がある。また二元社で合図81と、奈良歌と書の世界がある。ありがとうございます。